こんにちは、北原です。今日紹介するのは、アタッチメントから、11月末日にリリースされましたアベレックスっていうブランドさんですねとのコラボレーションの、持つごとのご紹介をしたいと思います。この企画自体は僕ら半年までいかないけど、それぐらい前から、アタッチメントの営業さんからちょっとそんなコラボレーションやるよみたいな話を聞いていたので楽しみに待っていたんですけど、まずそのアビレックスさんって、結構ね、ブランド自体はもうすごく長く、展開されているブランドさんで、ミリタリーとか、アメカジだったりとかそのあたりの、アイテムをメインで取り扱っていて、大体各都道府県に1店舗ぐらいはあるんじゃないかなと思うんですけど、ミリタリーウェアとかレザーとかそのあたりを作る背景とかすごくしっかり持っているブランドさんなので、今回ちょっとそういうブランド背景の、力もあって、こういうスペシャルプロダクトができているんですけど、よくできますね。5万9000なんですよ。税込みで6000ぐらい。アタッチメントの持つコートって今年はリリース、2019AWリリースなくて、18がどんどんもなかったかな、13万ぐらいしてたんですよね。アタッチメント名義の持つコートって、ファーつけて、帽子着脱できてライナーつけてみたいな、ほぼ半額で、アタッチメントが今まで出していたシルエットにほぼ近いようなもので、ボリューム感があるモッツコート着れてっていうのって僕かなりお買い得だなと思っていて、実際僕はね、黒をね買ったんですよ。ファーが一応変わったんですよ。フェイクファーになったんですね。リアルファーだったんです今までは。からフェイクファーになったんですけど、すごいもうリアルに本当に近いようなボリュームがあって、毛の流れが本当に一定方向にちゃんと走れていて、ふんわりした感じが本当にリアルに近いので、結構ね、遜色かなりないんじゃないかなというところですね。で、それ以外だとスペック的なものはもう大きく言っちゃえばそんなに変わってないです。着脱可能なこういう保温素材、発熱保温素材を使ったティルティングのライナーがちゃんと処理的に外しができて、ファー自体も取り外しができて、今度フード自体も、取り外しができます。なんで、フードがないミニタリージャケットというかコートにもすることができるので、そのあたりはアタッチメントの頃と変わらないです。ただ細かい変化を言ってしまえば、アタッチメントの頃って実はフードもうちょっと大きかったりしたんですよ。首元自体のこの合わせるこういうボリューム感はそこまで変わってないんですけど、やっぱフードの作りが確かにアタッチメント名義のものの方がもうちょっと大きくてボリューム感あったのが多少ちょっとなくなったかなと。値段がちょっと安くなったりとかした理由って、これ展開ワンサイズなんですよね。普通って1、2、3SML とか作るところもフリーサイズで作っちゃってるので、そのあたりのサイズの心配もなく一定で作れるところから値段をちょっと下げられたりとか、逆に安定していいものを作れるっていうような裏側にはなっています。で、シルエットが基本的には、オーバーサイズです。袖口はねリブつけてるんで、ある程度キュッと、このボタンの着脱で、細くできるんですけど、アームとかの、大きさ、裾幅、身幅の大きさは今のトレンドっぽい、ちょっとオーバーサイズなゆったりめなスペックになってます。今までアタッチメントの持つコート気になってて、なんかどうしようかなと思った人はこれぜひ手に取ってほしくて、多分そんなになんかやっぱり6万円で半額だから低スペックなのかなと思ったら、全然そんなことなく遜色なく着れると思うんで、なんかぜひ一度お試ししてほしいなという、アイテムになってます。やっぱその持ちは持ち合いじゃないですけど、やっぱりちょっと作り上げるものってなんかお値段以上のものが結構できているんじゃないかなと思うので、あえてこのベーシックな持つコード出すってことは、長く使ってくださいねっていう本当表れだと思うので、試着だけでもぜひ試してほしいなという商品なので、黒と2色展開をしているのでぜひお試しください。フリーサイズなんで多少こう身長とか体型の、依存はあるとは思うんですけど、僕177センチで、65キロぐらいの人間が来ても別に大丈夫だし、うちのスタッフで170ぐらいの子が来ても大丈夫なので、そのあたりはそんなに気にしないで来てもらえたらいいんじゃないかなと思います。